の曲は福島ひろかず作曲芝居小屋のある風景です。芝居小屋というとどんなものを想像しますか？小屋なのであまり大きな建物ではないイメージですね。曲解説によると立派な国立劇場とかではなく、ツタに覆われた下町の倉庫を改造したような廃れた芝居小屋から役者が歌う劇中歌がスモークの匂いとともに聞こえてくるようなイメージとのことです。なんとなく世界観が見えてきましたでしょうか？ちょっとこの世界観がバリチューに似ているなぁと個人的には思います。きらびやかな高音楽器のような派手さはないですし、もごもごもごとした音を出すところなんかとてもスモークっぽい感じがします。あんまり言うとバリチューって暗いんじゃないかって思われてしまいますが、断じてそんなことはありませんよ。この後控えている第2部のテーマはなんとディズニー音楽ですから、クラシックからジャズ、ポップス、ごめんなさい指の油が、最新の歌謡曲なんでしたら演歌まで幅広い音楽ジャンルに対応しております。割とフレキシブルな我々オフクレードはイベントでの演奏やさまざまな施設への訪問演奏なども積極的に行っております。もしそういう人たちいないかなって探している人がいらっしゃいましたら、ぜひとも一度ご相談ください。相談に乗ります。さて演奏に戻りましょう。芝居小屋のある風景をお聞きください。
生さんが演奏しており、業界ではとてもポピュラーな曲となっております。余談ですが、この曲を書いた福島博一さんは他にも様々な曲を作曲されており、全日本吹奏楽コンクール課題曲もいくつか有名なものがあります。その中でも稲穂の波という曲は私が大好きな曲で、高校生の時に演奏した思い出の曲で、はい、私の年がバレました。